このコンテンツは音声だけでお送りします。はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は年長さん、竹組さんは今日全クラスそうなんですけれど、舞台練習の方が、お遊戯会に向けての舞台練習の方が今日初めて行われました。最初に梅組さんがホールで練習してから、後から竹組さんが来たんですけれど、梅組さんちょこっとだけ女の子を見てくださって、最後にも大きな拍手をしてくれたりもしたので、竹組さんの女の子にとってきっと自信もついたことだと思うので、これからも練習をたくさん頑張っていきたいと、みんなもすごいやる気も出たので嬉しかったです。そして他にもあるんですけれど、ある男の子が朝こうやってお友達にこうやって見てって言ってて、何をやってるのかなと思ってその2人の様子を見ていたら、お医者さんになるかなみたいな感じで言ってたんですね。なんだろうと思って、じゃあ先生も見て見てって言ってこうやって見せたら、あ、先生大金持ちになるよって言ってくれてああ嬉しいなって思いました。将来が私も楽しみになりました。これが私の今日のハッピーポイントです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。